おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はギリギリ間に合って、そうですね、抽選も受けれましてゲットということです。今日はですね、珍しく東京のお店と4番です、はいはい、まあ何でも取れると、はい、いうところで、今日でも実はねパチンコ取ってほしいんですよ。今日はね、今日なんかパチンコのゲストってことで。そうなんですよ、うん、あの久しぶりのパチンコ会で、うん、女性しかもありがたいよね、うん、しかも業界トップクラスの美人と。調子出るかな今日本当全然ないんだけど絶対勝ちたい日なんだよね。なんですか、全然ないですか。とってもねでけえ支払いが来て、ちょっと言えないんだけど、言えない支払い、言えないけど、言えないけどとんでもない支払い、何もできないんだよ、うん、そうですね、うん、まあ、とりあえずこの後、はい、オープニングで出会いましょう。了解です、はい、はい、よいしょ。斉藤の逆転パチンコバラエティ勝たせてください。どうもおはようございます。おはようございます。お願いします。ということで、はい、本日はお久しぶりのパラッソ志村店でございま す、はい、です。東京ですね。そうです、はい、ね、あの駅もね目の前でございましてですね、はい、高立地でございますけども大変便利です、はい、でね今日はあの冒頭でも言いましたけど、うん、パチンコ打とうかなと。パチンコね、誘拐なんです。いや結構打ってないんで、うん、チャージはしてると思います。今日自信あります。本当ですか、はい、パチンコの引きが溜まってると。今日勝つしかないんです。本当ですか、はい、まあ、じゃあ早速呼んでください。ゲストの方来ていただきましょう。今回はこの方でございます。どうも初めまして、夏美です。よろしくお願いします。初めまして、夏美さん。どうもよろしくお願いします。出た斉藤です。夏美です。どうですか斉藤さん。可愛いです、はい、そうなんです。まあこの業界ではねおなじみの、まあ業界切手の、彼氏いるんですか。いやいや、うん、無理、うん、コンパじゃない、コンパじゃない。いきなり無理なんだけど、うんうん、コンパじゃない。 あんまり女性慣れてない。あ、そうなんですか。です、一応でも結婚はしてるんですけど。あ、そうなんですね。なんかふとしちゃって、あ、なのに慣れないまましちゃって。あ、そうなんですね、はい、そうなんですよ。雰囲気的には中2ぐらいだと思ってもらえば。いや、本当にそんな感じ、ね、かわいらしい。そうそう、あ、本当ですか。風貌もね、かわいらしい。ありがとうございます。あなたってあれだね、あのサイズ感ぴったりだね、もうね。あ、そうですね。同じ感じですか。はい、うん、ありがとうございます。夏美ちゃん意外とあれだね、意外と小柄なんだね。なんかあ、よく言われるんですよ。そう、印象だとなんか、まあ、背高そうに見え、まあ、背高顔っていうか、はいはい、イメージがすごい言われます。実際あった何センチですか。158。あ、一緒です、一緒です。斉藤さんと同じ。あ、もっと一緒ですか。僕158です、はい。あ、そうなんですか、はい、いやちょっとね、ルールがちょっとあるんですよ、この番組は。最近調子どうですか。最近結構よくって、でもおとといぐらいから急に悪いですね。あら、どうしたの。おとといいくら、ま、負けた。あ、でもそういうの2万負けとかなんですよ。だからそれでも調子悪いっていうぐらい調子が良かったんですよ。あ、なるほどね。そげんですか。久々に負けちゃったみたいな、ね、そう、あ、2万も負けるんだみたいな、みたいな。なるほどね。オールイン来た斉藤オールイン。勝ち馬には乗るタイプ。乗るタイプ。今日はもう久々パチンコだし、うん、ちょっとね、あとつけてきたのよ、小網神社。出た、俺と、ま、一緒のやつだ。一緒なんですか。俺が教えたのよ。斉藤さんが教えてもらって、ちょうど同じやつだ、ね、人形町にあるスーパーパワースポット。どうなんですか、それつけてると。これつけ調子良かったんだけど、私金属アレルギーで。金属ほぼないんだけどね。ほぼないんだけど、これでいっちゃうんですか、うん、これちょっとかぶれちゃったんだけど。ミリなんだけどね、金属ね。ちょっと今ね、あまりにもお金がなくなっていくんで。あ、じゃああやかる感じでつけてきました。今日はね、斉藤さん、まあそのね、ちょっと言えない事情で、はい、言えない事情で70飛んでったのよ、うん、70万円飛んだ。気になる。言えない、いや悪いことじゃない、うん、悪いことではないけど、悪いことじゃないんですか、うん、時期的にちょっとないしょみたいな。まだ言うなと言われて。あ、なるほどなるほど、分かりました、うん、とあとあの新しいディズニーランドのホテルができて。あー、ファンタジースプリングス。え、そうなんだ。嫁がと娘が行って、うん、それで20飛んでたの。たけー、取れたんですか。あの3日間ずっと携帯、うん、すごい、取れない。驚くほうそこじゃない、驚くほう20万の方、すごい。俺はね、驚くほうそこじゃないんだよ。3日間ずっとね、取れるな取れるなとね、うんうん、願ってたのよ。王様のブランチじゃないのよ、うん、そこじゃないの。驚くほう全然20使うけど、うん、頼むから取れるなと思ったら取れた。取れた、羨ましい。あれなかなか取れないんですよね。全然取れない。だって今ね、他ミラコスタとかも予約取れないし、全然。いや、そうですね、難しいんですけど、今日も取れんかったっつって。もう全然取れない。ディズニー全部待つ。ディズニー詳しいっすね。好きなんディズニー詳しいんだ。大好き。取れちゃったの、羨ましい。話が変わっちゃったもん。はい、つうことでね、90だ今日。ほんと90か。今日入り用。90はちょっと多分理論上無理かもしれないけど、今日入り用だから、入り用、オールインでお願いします。わかりま
です。頑張ります。じゃあ、なつみちゃんにね、お願いして、はい、勝っていきましょう。はい、それでは、行きましょう。勝たせてください。イエーイ。寝台狙いたいっすよね。寝台ね。あ、今これじゃない？インデックス。おお、これえ、どれだ？あっちだ、あっちだ。寝台のインデックスどうかっつって。あ、あれ面白いですよ。そう、まだちょっとしか売ってないんですけど、いい感じです。すげえ、回ってるんですよ。すごいですよね。よし、じゃあ寝台のインデックスいきましょう。お願いします。お願いします。それでは、勝たせてください。今日はパチンコ回答。久しぶりやね。ということでね、なつみちゃんが来てくれました。お願いします。ね、それでは、ちょっとオールインなんで。あ、はい、いただきます。お願いしますね。頑張ります。はい、一旦斎藤さん、今日いくら持ってるか聞いていいですか？今日5持ってます。OK! いいですね。パチンコなら、もしかしたら間に合うかも。はい。はい、じゃあ行きましょう、はい。お願いします。頑張ります。最新作でございますね。そうですよね。カスタムはする派ですか？機種によるんですけど、うんうん、しますね。大体しますね。なんか先読みチャンスとかある系？あります、あります。やっぱ最近は流行りっすよね。流行りだよね。今回のやっぱりリゼロで流行った先バレみたいなのが、はいはい、今回の先ローリングって言って、燃焼時にここがもう赤くローリングして、うん、あの液晶も赤くこうイルミみたいなの出るんですよ。なるほど。なんで分かりやすいんですよね。ああ、いいじゃん。私一応しようかなと思って結構映えるんですよ。そうですね、うん、ローリングだけ僕も最初はちょっと、はい、じゃあまずはそれでいきましょうか。こんな感じですかね。はい、はい、お願いします。お願いします。まあじゃあまるっと、私が見てるサイトのやつ読んでいきます。あ、いいですね、はい。まあ、こちらの記事はね、2020年に導入して好評を博した、まあインデックスの2と、はあ、当選確率319分の1、はい、一種二種混合で、まあ、いわゆる右打ちの時は 99.9 分の1、まあ約100分の1、うん、テラッシュは ST144 回、だから144回で約あ、そう、おい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 、ま、おい、早いよ。おい、説明もクソもなかった今。あらららららら、ら、でも調子いいんで。ごちそうさまです。本当だ、すごい。あの、一応、はい、本当に爆出しても僕全部いただきます。そうですよね。すいません、先に確認しておきたいですよ。正直複雑なんですけど、はい、うん、そうね、負けるよりいいかなと思って。そうですね、うん、ちょっとお金で揉めたくないんで最初に言っておきます。はい、すいません。これだけは絶対にね、ブレませんからね。はい、斎藤ブレません。今までもそうしてきましたし、これでもこの時点でちょっと今何パーか、もしかしたらこのまま、ノーマルで温泉モードって特殊なモードなんですよ。そんなことある？ちょっと待って、特殊なモードなんですよ。あ、そうなんだ。温泉のだいたいこういうウリ、え、すごいやばくないですか？やばいって2回って2回ってやばいよ、この子。奇数に上がればラッシュなんですけど。おい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 、しかも315%。ちょっと待って、え、15%。ありがとうございます。勝たせてくれた。勝たせてくれるよ、この子。なんて子だ よ、かわいいし。ちょっと2回転で3000。そんなことある？いけますよ。3000発女子。夏美ちゃん、もう注目演出とか言う前に当たっちゃったよ。いや、まだあの319分の1ぐらいしか言ってないよ。え、3000？ 3000もあるんです。もう今日見とこうかな。これででもスルーしないように頑張りますね。3000取った後、ね、何発あってもいいですからね、はい、最初は。さっきもね、説明しましたけど、うん、まあ144回転の ST で約100分の1を当てていくと、うん、なるほど。で、まあ継続率が大体 77% と。なるほどね。 ST リセットもあるんだね。あ、そうなんですよ。振り分けがですね、 25% が3000。すげえ。 55% が1500。やばで、 20% がリセット。いや、すごいわ。2回転はちょっと今まで最短じゃない？いや、私もなかなかないですね。いや、本当びっくり。パーソナルデータも全然聞いてないけど、とりあえず見守ろう。早いんかな？早いです、早めです。最初の30回転はもともと早いんですけど、ね、なんですけど、きたきたきた。その後も早いんですよね、普通に。あ、はー、すげえ。早いわ、早いわ。早いね。でここのやっぱ前半で当てれるの嬉しいんですよ、まあ、即当たりメインなんで。はいはいはい、はい、楽しいんですよ。当たんないかな。まだ当てたことないんです、今回のインデックスで。なるほどね。30回転までは結構早いなんだ。早いですね。演出ももう即当たりみたいな感じなんで、はあ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 、こっから普通にこうリーチとかかかったりします、ね、はい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 、はい、でも変動は結構早いです。私もこの右打ち中1回しかまだ当ててないんで。あ、そう。
バランスとかがまだ分かんないんですけど。なるほど、何が…おい方向のはず、レバブルですよね。はい、ですよね、レバブルね。右打ち中は大丈夫だと思います。リーチ来て、いや、47回転。そのブルブルさ、でかすぎて、ワンの時もさ、裏の島ぐらいまで、いや、そうなんですよ。あるね。なるのよ。これだったか。なります、すごすぎて。あの時のレバブルはこれだったか。これは何ブルって言うんだろう、正しくは。なんだろうね。レバブルです。これ、レバブルでいいのこれ。デバブル。デバ？ラジズデ？デバ？デバ。デバブル。デバブル。なんなん、デバって。デバ、わかんない。デバイス？あ、わあ、デバイスだ、デバイス、デバイス、デバブルだ、デバブル。ナイスー、勝たせてください。ナイスー。すごい。7はどうなんだ。まあ普通にまず図柄が揃えば、1500の払い出しなんですけど、それか3000かだと思います。なるほど、なるほど。これだと3000になったり、今回は多分するんじゃないですかね。まだ分かんないですけど、途中でプシューみたいになってなんかなりそうですよね。ちょっとなんか、うわ、疑われるぐらいすごいね。気持ちいい。あ、これもこの辺りの。グングングン。そう、これで。うわ、気持ちいい。ちょっと待って、バケモンだよ。いや、こう、前半こうやって当たるんですよ。で、気持ちいいんですよ。いや、しかもクール。クールだもん。確かに。もう。結構サバサバ系ですよね。いや、でも、なんです。やっぱちょっと自分の金じゃないっていうのもちょっとありますよ。なるほど、なるほど。正直自分の金じゃない。確かに確かに、はい、あ、でももう無双転生入っちゃってるから、はい、ありがたいわ。あ、でも自分の金じゃない方がたくさん出せる可能性あるよね。そうそう、なんかいつもそう、煩悩がないから。そう、自分の金じゃない方がでもみんなで緊張する。なんか負けてた時に、うん、そう、負けてる時は嫌です。でも出しすぎても嫌ですよね。なんかあーね、ちょっと強化よみたいなね。早いな。早いわ、うん、この前半の速さがすごい魅力的な台ですよね。なるほどね。前作もこんぐらい速かったんで。なるほど、なるほど、うん、あら、あ、あら、うん、あ、巻き戻しね。巻き戻しか。はいはいはい、はい、今引いたんだね。 20% ですね、巻き戻し。 20% 結構あるね、うん、そこそこ引けちゃいますよね。まあまあ引いちゃうね。まあまあ、でもなんか終わらなそうな雰囲気すごいしてますね。あと何回転。28。やばいですね。大丈夫、大丈夫。なんかしら、うん、全然足んないよ。僕らの価格では今日250万発出るんじゃないかと思ったけど、あの2回転で3000発だから、うん、ちょっと何か来てほしいな。何も来ないな。あと何回転。あと20です。大丈夫。でも冷静な、冷静だな。めちゃくちゃ冷静。いやでも人の金だから、うん、違う。でもこれは私結構前向きなんで、残り5とかでも当たるじゃないですか。まあまあまあ、うん、急に超前向き。諦めない心です。逆にね、マインドが、うん、我々みたいな素人と違ってプロはあと止めないよね。なんか止めるよね、絶対途中で。怖くて止める。絶対止めるよね。うん、いろんなことする。ダメかよ。うわ、え、終わりです。え、ラストないかな。6000。なんとか6000。物足りないね。終わり。ちょっと、あの最初の勢いからしたら物足りないね。私もちょっと物足りないですよ、人の金とはいえ。そうだよね、人の金とはいえ。口が、お口が、お口の悪さと顔のバランスがなかなか、ね、逆にいいね、バランスがね、逆にいいね。斉藤さん正直ね、嫌いではない。嫌いではないね。口が悪ければ悪いほど好きですよね。そう、斉藤さんはそういう女性好きだよね。そうですね。はい、まあいいよ斉藤さん。じゃあね、夏美ちゃんに聞きたいこと聞いていきましょう。ダメな時は、NG って言ってください。あ、はい、うん、じゃあ、性感帯、うん、え、あ、ごめんなさい、うん、順番間違えちゃった。いや、ほんと待って、ごめんなさい、ほんとに。あのね、ほんとにね、タイプだからちょっと浮かれてるね。ごめんなさい、斉藤さん、お金とね、女性がやっぱ壮絶に好きだから、うん、これがなんか、冗談なのか本気なのか分かんないですけど、80% ぐらい本気ですけど、80%、はい、カメラ回ってれば言ったらお尻くれんじゃねえかなみたいな。そう、それだけ持ち帰りてえなみたいな、うん、これカメラ回ってなかったら絶対引かないから、うん、ですよね、うん、お土産がね、欲しいなと思って、うん、福岡に、うん、でも大体のところですよ、大体のところは、うん、大体のところ、うん、あ、そうですか、それ NG じゃないんだしょ。オーソドックススタイルってことです。いや、オーソドックスです。変なところないかも。あ、そうですか。え、斉藤さん変なんですか。あ、僕は全身です。あ、全身タイプ。斉藤さんはやっぱ踏まれたりするのも好きだし、
なるほどなるほど、うん、まあで、圧ね、オーソドックスも好きだしね。あのでも尖りっていうより圧よ。圧ね、うん、面、面、面で来られたいタイプ。あれだ、重さが欲しいみたいな。重さが、あ、押し潰されたりとか、こう潰されたい感じですか。そうですね、何回面って言うん。はい、面で来てほしいタイプ、うん、お尻とか。ああ、そうです、あるだろう。お尻とかこう、ブーみたいな、はい、ローリングです。あ、いいですね。すいません、なるほど、はい、当たっちゃうな。うん、すいません。さあ、冗談はさておき、ね、もう、あの、歴は長いんですか。パチンコ歴は、と、私パチンコ始めたの遅いんですよ。22ぐらい、22ぐらい。ほー、うん、で、まあまあまあ、遅いんで、そこから考えて10、あ、でも17年ぐらいか。へぇー、ね、その、この仕事したのは なんでなんですか。パチンコが好きだからです。いやシンプルイズベース、ちゃんとゴン。あ、そうなんです。まあ、でもともとはパチマがね、まあ、はい、雑誌からってことですもんね。まあ、そうなんですよ、雑誌出身ですね。攻略軍団っていう枠にいたんですよ。攻略軍団に、あの雑誌の。そうです、パチマガを愛読してて、ただのこうライターとかじゃなくって、うん、攻略軍団っていうのがいたんですよ、うん、パチンコが勝てるように、うん、まあ、いっぱいいろいろ考えるみたいな、ほうほうほう、それにすごい憧れて、うん、そこに入りたくて入りましたね。履歴書書いて、履歴書送って軍団に入りたいっていうね。でもさ、その、まあ、言っちゃえばそのパチンコ好きで打つのは分かるじゃないですか、はい、でもこれを仕事にとか攻略軍団に入りたいって、はい、ほらすごい、すごいですよね。そんなに軍団に入りたかったんですか。そう、めっちゃ入りたかったんですよ。いやだって言っても昔からモテたでしょ。いや、うん、いや別にそう、別ですよ。話が全くリンクしてないですけどね。びっくりしたんだけど今。全くリンクしてないですけど。何の話から言ったの。他にもほらパチンコ以外にも楽しいことってあるじゃないですか。まあいろいろありますね、まあ、まあまあまあパーティー、パーティーですよね。パーティーパーティーとかあるじゃないですか。パチンコ以外の楽しみ、最初パーティーなんですか。パーティーは俺はあんま行ったことないんだけど、うん、パーティーは楽しいといえばパーティーって聞いてるから、うん、パーティーパーティーとかあるのに、うん、攻略軍団に行くのはなぜなんだろうっていう。可愛いからパーティーとか誘われるんじゃないかと。そうそう、プロ野球選手のパーティーとか。そういうの嫌いなんですよ。へぇ、嫌ですね、そういうところ。じゃないと攻略軍団に入らないですよ。入らないです、入らない。攻略軍団って、うん、なんか今考えるとすごいちょっと恥ずいけど、なんか名前ね、名前がね、名前がね、すごいじゃん。まあだから当時ね、まあだからドテチンさんをはじめ、ああそうです、そうです、まあ、軍団長です。スケロクさんやら、ゆうきさんやらみたいなね。ドテチンさん軍団長の攻略軍団に入ろうと思わないと思う。結構言ってんです。でも向こうもびっくりしたんじゃない、急に夏美ちゃんみたいな子が来て。まず女がいなかったんですよ、その軍団に。ないね。なので、いいのって言われて、まずそりゃそうだよね。大丈夫なのって言われて、でも私その女の集団に飽き飽きしてたんで、あ、逆にもう嫌なんですよ。なるほどね。ちょっと男っぽいとかあるよね。そうです、マインドかなり女、うん、いや、そう、さばけてるもん、はい。でも疲れちゃってるんで、逆に男の人の方がやりやすいんですよね。それは学生時代とか友達とか大学とかそういう軍団で飽き飽きしてたの。仕事場が、あ、仕事場ですかね。とか普通に学生時代も友達とかのめめしい感じとか嫌いだったんで。いいよ。女がめめしいってあんま言わないけどね。人の金っていうぐらいだからね。うん、なんで苦手なんで、そういうなんか逆にこうパーティーみたいな、そういう女の人が集まるみたいなのも嫌、うん、あ、パーティーに飽き飽きしてたんだ。もう飽き飽きって行ったことないですよ、うん、でも、まあ、実際にないけどね、そんなのパーティー。何のパーティーなんですかそれ。いや、わかんない、俺も行ったことないけど。でも、もうパチンコ大好きで、パチンコ打てるのが仕事になって、うん、きつくならなかったの、好きなこと。最初めちゃくちゃ最高と思ってて、でも先輩たちは意外となんか楽しんでないっていうか、うん、テンション上がってないんですよね。なるほどなるほど、まあ、仕事やし、仕事にしちゃってるから。で、それが分かんなかったんですけど、やっぱりなんか半年ぐらいしてちょっと分かりましたね。あ、まあ、楽しいですけど、ね、好きな台ばっかり売ってるわけじゃないですし、うん、興味ない台とか勉強したりとか詳しくなんなきゃいけないとか、無理やり打たなきゃいけないことも増えたんで、うん、でも基本楽しい、ね、好きなんで続けてますね。そっからまた楽しくなってくんだよね、いろいろ。え、今まで歴代何人ぐらい付き合ってるんですか。あんま多くないですね。そんな多くないですね。めっちゃ多いんじゃないの。今あの68人目ぐらい数えてなかったの。数えてないわ。だって10人以内だったら長くない。今なんか忘れちゃいません。兆候長い。まあまあ、10代が多いから。まあ、まあ、高校生とかね。そう。え、10代はじゃあ結構付き合ったりして。10代の時か飽きたでしょ。10代は。飽きたです、飽きたです。でもそんな全然いないですよ。え、全然10人もいないと思いますよ、私。あのトータルで長いですね、1人が。ああ、中で言ったら斉藤さんだって何人付き合ったことあるか言ってあげた方がいいっすよ。斉藤さん何人なんですか。1人です。え、奥さんだけ。はい。すごい。この支配下の卒業も奥さんだったと。え、あ、違いますよ、それは。あ、違う、ごめんなさい、はい、童貞捨てたのはあの歌舞伎町の女王っていう自分で言ってる女の子です。そうだ、はい、
僕は21歳の時ね、ちょっと遅めのデビューで、あ、いいじゃないですか。みんなが見守る中みたいな。そうそうそう、芸人仲間の、芸人がみんな住んでたとこでやってたんで。はい、月明かりに照らされてね。どうでした最初は。何が起こったか分かんないですよね。分かんないですよね、はい、デビュー戦はいくつなんですか。デビュー戦は、中3です。おー、まあまあ、早めちょっと早め。結構エリートだ。何でも答えますね。あ、そうですか。びっくりしちゃう。逆に答えれないこと、ここまでくると何なのかってなっちゃうけど、あんまないんだね。そうですね、あんまないですね。やばい、2枚なくなったよ。おい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 、バイトさんマジでオールインで自分当てないは一番ダメ。分かってる、うん、ちなみに夏美ちゃんまだ持ち玉だよね。まだ出ます。でもだいぶもう半分以上なくなった。いやでも全然、まあ、まだ分かりませんよ。ありがたいよね、何も言えないんだもん俺も。いやせめて斉藤さんが出して夏美ちゃんが負けてって、こんな美人をディスるっていうのがねえ、ね、番組的には欲しいのに。高徳がね、自分がただ負けてくなんて。いや分かってるよ、どうでもいいんだ。しょうがねえだろパチンコなんだから。しょうがねえだろうがよ。やべ、角台開いた。行きましょうか。行きましょうか。行きましょうか。行きましょう。こっちの方が楽は楽だけど、全部に対して。こっちにしましょう。ちょうど玉も今あれだし。じゃあ、一個ずれると。はい。はい。さあ、ちょっと移動しました。私は斉藤さんが打ってた台ですね。そうです。そうなんですよ。仕留めますよ、私は。あ、お願いします。はい、だ今、3枚目、はい、突入してますんで、ちょっとそろそろ当てないと、まずいですね。でもパチンコのね、でもやっぱ収録ってむずいよね。そのむずいよね。パチスロってさ、チャンスゾーンまでの伝承だなんだとかさ、いろいろ起こりますもんね。結構あるじゃん。パチンコってやっぱ当たる時とか強いリーチが来ないとさ、絵的になかなか編集で使いづらいよね。いや、そうそう、無ですもんね。そうなの。だからさ、動画も結構やってるでしょ今。全く何も来ない時もあるじゃん。いやもう地獄の時ありますよ。10時から打って、まあ飯食うまで当たんないなんてこと結構あるでしょ。え、全然ありますし、1日大当たりなしも全然あります。まあまああるよ。するよね。で、そうなるとやばいよね。最近の台とか何も起こんないから、うん、他で取れ高がないと。そうだよね。そうなの。配信できないと。スロットってやっぱ何かしらあるもんね。そう。結局めちゃめちゃ負ける日でも、うん、めちゃめちゃ負けるなりの流れがあるじゃん。あるあるある。勝負が多いもんね。うわー、これ通せなかったとかさ。うん、パチンコはないんで。だからただ負けていくもんね。うん、いや、パチンコの動画って俺難しいと思うんだよな。いや、超むずいね。だから、めちゃむずい。全体の割合的にパチンコの番組がやっぱ少ないよね。うん、むずいもん。そう、確かにね。うん、12時になりますって、さん。さすがにまずいでしょ、これ。まずいよ、ま、前半戦、開始2回転のポキューしかないんですよ、だって。あと誰、どっちか当たったら、一回飯入れよう。当てるから。それがいいんです。当てよ、マジで。どっちかの方が一回当てる。まあ、まあ、できればこっち当たってほしいけど。そりゃそうだね。できればね。頼む、来てくれ。チンジャオロース早く食べたいんだ。中華のお店行くんですか。大体チンジャオロース食べるんですか。大体我々のお昼、中華だね。90%ぐらい。中華めっちゃ好き。中華外れの時ないじゃん。いや、あのね、なぜかっていうとね、福岡ってね、町中華少ないのよ。ラーメン屋さんが多いから。とんかつによっちゃうんだよね。関東来た時は中華食べたいんだよね。町中華いいっすよね。いいの。大好き。町中華が一番好き。大好き。うん、おい、隣の人が。隣でした。隣でした。移動した台です。ああ、出た。そうやって言ってたら来るの。これです。このぐちゃぐちゃってなってるやつ。なるほど、なるほど。うん、頼む、まだ持ち玉です、まだ持ち玉。いいよ、当てちゃおう。頑張れ、頑張れ。頼む頼む頼む。さっきは人の金なんでとか言ってましたけど、うん、これ本当に当たってほしいです。です、それ普通。本当に私普通そうなんですよ。いや、本当に普通そうですよ。斉藤さん、勝たせてあげたいとは思ってますんで。本当そうですよね。本当にありがとうございます。はい、はい、どうなんだ、こっからですよね。頼む、頼む。なんか、どうなんだ。私もこれは初めて見ました。なんかこういう時ストレートに熱いやつ来てほしいんだよな。そうですよね。特殊ステージみたいなの嫌なんだよな。赤ストックしましたよ。でも素晴らしい。あ、連続予告。上行ってくれ、上。あー、この保留紫か。紫ですね。まだ弱いね。これよりもさっき斉藤さんが出してたあのこの女の子の方がいいんですよ、まだ。あ、でもこれでも当たる時もあるんで。なるほど。もう一声というか二声ぐらい欲しいですよね。そうですね。次の多分3回目行くと思うんで、そこでなんとか上とか行ってほしいんですけど。今日3回目ですね。あとヨハレのペンが来てほしいんだけどな。当てたいと思ってますよね。いや、マジで思ってます私。さすがに
さすがにかわいそう。さすがそうでしょ、かわいそう、ほんとに、はい、ちょっとなんか俺あちょあでもあ俺が外したやつだね。赤だね、金じゃないね。ちょっと怖いな、この赤スとか、ここが赤になるだけか、金が欲しいんだよな。レールガン、いや、ここ多分役物出ると思うんで、レールガン予告ここです。ここ多分役物が出れば、ここ頼む、頑張れ。出ない、来ない。まあ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 、うん、ちょっとやばそうっすね。ああ 3.5、 やっぱここはアクセラレーターが来てほしいんだよな。どうなんだ、いや今のところちょっと厳しそうな、弱いですよね、やっぱ厳しいですね。ああ何やってんだよ。あー すまん、ごめんなさい。いやいや軽よし、飯行こう。はい、え、飯行くのしょうがねえや、なんか心機一転。そうだね、後半申し訳ない、ね、後半頑張ります。はい、頑張ります。ありがとうございました。ターいけ、行く、よっしゃー、あったったー、立たせてくださいー。あーすごいすごい、わー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 わ